和線に意味が近いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。彼女とたまたま服が同じだった。1、何度も、2、いつも、3、偶然、4、よく。勉強中、息抜きにツイッターを見ます。1、走る。2、休む。3、待つ。4、立つ。彼はかつてプロサッカー選手だった。1、以前。2、多分。3、特に。4、当然。天気予報によると、来週は天気が回復するらしい。1、良くなる。2、悪くなる。3、変わらない。4、あまり変わらない。いつも田中さんと雑談をします。1、連絡。2、おしゃべり。3、挨拶。4、説明。夏休みの宿題はほぼ終わった。1、すべて。2、少し。3、すぐに。4、大体。あの犬は賢い。1、おとなしい。2、頭がいい。3、小さい。4、珍しい。このビルは A 会社が所有しています。1、探して。2、借りて。3、建てて。4、持って。昨日、思いがけない出来事があった。1、楽しい。2、悲しい。3、意外な。4、怖い。あんなこと言われたら誰だってムカつくよ。1、怒る。2、嬉しい。3、怖がる。4、泣く。
テストの点数が悪くて落ち込んだ。1、落ち着いた。2、緊張した。3、がっかりした。4、驚いた。最近、仕事がハードだ。1、新しい。2、簡単だ。3、大変だ。4、面白い。休み時間も仕事をしていたのでクタクタだ。1、とても疲れた。2、喉が渇いた。3、お腹が空いた。4、汗をかいた。彼女が風邪だと言ってるのは明らかな嘘だ。1、謎の。2、いろいろな。3、他の。4、はっきりした。毎晩必死に勉強した。1、緊張して。2、一生懸命。3、リラックスして。4、怒って。